企業者の成長にとってどういう選択肢がいいのかというところの中の一つとして IPO ということもあるよと。IPO IPO した方がいいかいけないかというのはちゃんと分析しないと、えーまあ、昨今の IPO の状況と今後の展望ということでね我としてできる IPO のお手伝いがあると思うのでその辺のところを、ねえー、ぜひよろしくお願いいたします。はいまあ、私がまずその かまあ、考えるというか思うところを一つあの申し上げると、まあ、先ほど成長の,その戦略の一環というお話をしましたけれどもあの傾向としては法人が設立して20年以内に IPO を目指す法人さんが非常にあの多いというかほとんどだそうです。だからそういう意味ではあの会長のライフワークであるこう本当にこう長寿企業というかあの100年以上続いているような会社さんが IPO を目指すってことはまあ なないといいととううか少ないケースだと思うんですけどただ20年っていう中でさらにその会社として伸びるにはどうしたらいいかっていう中の選択肢として今の IPO があるということとあとは事業承継問題だそうですね後継者がまあもう本当会長が一番よくご存知な分野ですけど後継者がいないとそうするとじゃあ IPO をしてえー まあ本当にその,公のものにすするっていうんですかねあのそういう戦略というかあの選択肢として考えるところなので私どものグループとしてやっぱりその企業さんの成長にとってまあどういう選択肢がいいのかというところの中の一つとして IPO っていうこともあるよとただそれは IPO ありきではなくてあのしっかりその企業さんのニーズの中でその IPO っていうのを選択していただくという、まあ、こういうサポートが まず必要かなというふうに思います。で、もう一つはこの IPO まあ実結果的にやるかやらないかは別としてやってみようかなって思うことは非常にあの大事だと思います。で、それはどうしてかと言いますと、これは私どもでも経験しているお手伝いしたことなんですけれども、まあ IPO やってみたいと、まあ何から始めたらいいのか、えー、どうしたらいいのかっていうまあこういうご相談があのあったんですね。で、まずは課題をとにかく抽出しましょうと。 IPO をするにあたって必要なことは何かっていうことをとにかく全部洗い出してみようとあのこういう業務からあの始めましたでその時にやはりあの本当に多岐にわたるいろんなまあ先ほどロームの話だとか IT の話だとかえいろんな話をさせていただきましたけれどもやっぱりこの課題をですねいろいろ抽出できるんですねで、まあ、先ほどその不正 対策というかそういう内部統制みたいなところももちろんそうなんですけれども、まあ、こういう中であの課題を抽出してじゃあその課題を潰し込むために何ができるかっていう前に進めるでその課題を抽出するってことは IPO という目的で やりましたけどでも結果的には企業さんにとっては法人さんにとってはそれは法人さんの成長につながる話ですのでぜひこういうことをあの IP を目指してみようと本当にこう上を目指してみようということでしょうかねあのぜひそういう観点からも何かそのこの IP o あ今あの非常に法人数も増えているということですのでぜひトライしていただきたいなというふうにそんな思いでおります,す、ねまあ、IP をすることによっていろんな効果が出ますからね。 そこはやっぱり、ね、考えななきゃいけないけ、まあ、知名度が上がったり採用が良くなったりね、うん、ある意味ではいろんなあの、えー、ステージは上がるんですよただ自分のとこで IP o をした方がいいかいけないかっていうのはちゃんと分析しないといろんな経費がかかりますからねだからいろんなやっぱりあの制度的なそのいろんなあの仕組みがないと慣れないのでそこはやっぱり相当議論をして、まあ、やっていかないと。 ななななんんでこににお金かっっちゃうのみたいな話になってねやっぱり結局なんか本末転倒になっちゃうのでその辺のところのまあどっちっていうのをやっぱり判断するのを我々お手伝いさせていただいて覚悟をしてもらうっていうことをすごく必要な気がしますねはいもちろんあの IP o はいいことばかりではなくて実際に IP をしてその まあ例えばその監査の費用がかかるだとか証券会社へのいろんなコストがかかるとかとにかくお金がかかるっていうことは事実ですねあるいはいろんな株主も外部の方が入りますのでともすれば自分たちの会社が違った形で支配されるというかこういうリスクもはらんでますのでよくよく検討していただきたいなというふうに思います。ちょっと何年か前の言葉ですけど IPO したいとただ、えー、監査法人が監査してくれないっていうあの監査難民っていう言葉がですねあの何年か前にあのちょっとこうまあやされたというか私たちの業界のこう揶揄だと思うんですけれども、まあ、こういうあのことが、えー、とありました。で先ほどその課題抽出していろんな課題解決するお手伝いをするのが私どもだっていうお話をしたんですけれども監査難民っていうのはもちろんその。 えー、監査法人側の人材の問題もあるんですけれどもやはりそのいろんな不正のリスクだとかいろんなリスクをやっぱこう懸念してとか心配されてなかなかあのそこでこう監査をお受けすることが難しいという現状が、えー、あるというふうに聞いてます。なんで私どもはあの、まあ、公認会計士でもありますしあのそのあたりの実情もよく存じ上げてるつもりですので監査法人側がしっかりあの監査ができるような体制づくりということもお手伝いが可能かなとあのこんなふうに思います。 今の特殊法人と中堅・中小企業の両方のこう良さを生かせるような、なんかそんなコンサルティングが私どもの使命であったりできることかなという、そんなあの思いでおります彼の舞台がいろんな意味でこう、ね、全体の中で重要な役割をもっともっと持ってもらえたらですね、いいかな。